すごい。あなたの素敵なカーライフをまるっと応援、まるドラ。今回は燕三条駅のすぐ近く、1月に全面改装しリニューアルオープンしたばかりのホンダカーズ長岡燕三条店からお届けします。人生はちょっとつ盲信、運転は油断大敵がモットー、高井英子です。新しくなった燕三条店は全体的に広くなって、お客さんがより快適に過ごせる空間になりました。今回おすすめの車を紹介してくれるのは、ホンダカーズ長岡燕三条店の営業、小熊さん。小熊さんは何か心がけていることはありますか？はい、燕三条店に移動してきたばかりなんですが、お店も新しくなりましたし、いろいろな面で燕三条店に新しい風を吹かせることができたらなと思ってます。ホンダカーズ長岡燕三条店から今月のおすすめの車は、去年6年ぶりのフルモデルチェンジを経て、上質なデザインがさらに磨かれた新型 Nボックス。来ました、日本で一番売れている車ですね。そうです、子育て世代を中心に幅広いお客様からご好評いただき、 Nボックスは2022年2023年の国内新車販売台数第1位を獲得しました。軽だけじゃなくて普通車も含めて日本で一番売れた車ってことですよね。そうです。すごい。従来モデルから好評な走行性や操作性、静粛性や乗り心地などにさらに磨きをかけるとともに、安全性の向上やデザインの進化などをプラスした新型 Nボックス。今回は力強さと上質な個性を持つ Nボックスカスタムの魅力を紹介。カスタムはこの力強い見た目ですよね。そうですね、 Nボックスカスタムは立体感のある緻密な造形のフロントグリルに、ホンダ初となるダイレクトプロジェクション式 LED ヘッドライトに、シーケンシャルターンシグナルランプ、車幅いっぱいに伸びるフロントアクセサリー LED はカスタム専用装備です。うわ、やっぱり広くて高さもあって快適そうですね。インテリアもブラックで統一されていてめちゃくちゃかっこいいですね。室内の高さが140センチもあるので、小さいお子さんなら中で立って着替えもできますし、ブラック基調で統一するとともにメッキパーツを随所に配し、上質な雰囲気を演出しています。で、ちょっと時を戻してほしいんですが、ドア開けるときめちゃくちゃ軽かったんですけど。よく気がつきましたね。リアの左側はリモコンなどで自動開閉できるパワースライドドアが標準装備されていて、軽い力で開くパワースライドドアもおすすめです。小熊さんおすすめの Nボックスカスタムの機能が、カスタムにオプションで付けることができるマルチビューカメラシステムです。すごい、俯瞰で見せてくれているので、駐車に自信がない人でもいいですし、安全確認もすごいしやすいですね。はい、わあ、すごい。続いて新型 Nボックスの走りを実際に体感。視界が良くて見晴らしがとってもいいですね。そうですね、目線をミニバン並みの高さに設定しているので、より広く見渡せると思います。もう運転もめちゃめちゃ快適です。本当にステップワゴンと変わらないような視線の高さなので、うん、見晴らしがいいわけですね。やってきたのは弥彦、大鳥居のすぐ近く、老舗洋菓子店パレドール渡辺。いろいろなお菓子が並ぶ中、小熊さんのお気に入りはこのお店の名物でもあるデニッシュコルネ。バターをたっぷり使って焼き上げたデニッシュに、上品な甘さのカスタードクリームを詰め込んだ一品。おいしそう。多い日で1日300個以上売れることもあるらしいです。そんなに。早速いただきましょう。うん、サクサク、ほろっとして美味しいですね、うん、今回紹介した Nボックスはお近くのホンダカーズ長岡各店にお問い合わせください。マルドラ、次回もお楽しみに。